昔から野球が好きな方なら一度くらいは小さい時にプロ野球選手の特徴的なフォームをモノマネしたことがあると思います。私と同じくらいの世代であれば、例えばイチロー選手のこのバットを立てる構えを真似した方もきっと多いのではないでしょうか。これはアメリカの野球少年たちも似たような感じで、私の周りでもメジャーリーガーの真似をする子がやはりいた記憶があるんですが、2008年頃に特に真似されていた選手がいました。ティム・リンスカム。小柄で細身という到底メジャーの投手とは思えない背格好ながら、全身をダイナミックに使った独特のフォームで90マイル後半の剛速球を連発。当時まだデビューしてから日が浅かったものの、20代前半にして2年連続サイヤング賞を受賞するなど、若手ながらメジャー屈指のピッチャーとして活躍する姿を見て、あのフォームを真似したい、彼のように投げてみたいと、まさに少年たちの心をくすぐるような存在でした。しかしそんなリンスカムの全盛期はたった数年間で終わり、殿堂入り投票でも有資格1年目で脱落。メジャー最強クラスの若手右腕に何があったのか、短いながら強烈なインパクトを残したリンスカムのキャリアを振り返ります。元マイナーリーガーでボーイングに勤める父を持つリンスカムは、学生時代からスポーツの才能に恵まれ、とりわけ野球に関しては父と共にサンディ・コーファックスなどの名投手を研究し作り上げた独特のフォームにて大活躍。高校最終学年では12勝1敗、防御率 0.70、91回3分の2で180奪三振と、高校レベルでは敵なしのピッチングを見せると、地元ワシントン大学に進学してからも力の差を見せつけます。1年生の時に史上初めてカンファレンスの最優秀新人と最優秀投手のダブル受賞と、いきなりチームの中心選手として活躍すると、3年時は12勝4敗、防御率 1.94、125回3分の1で199奪三振と、大学球界ナンバーワン右腕へと成長。またもカンファレンスの最優秀投手に選ばれるとともに、全米大学野球の最優秀選手賞にあたるゴールデンスパイク賞も受賞。2006年ドラフトにおいて上位指名、トップ3での指名が有力視されていました。しかしそれだけ有望な選手にもかかわらず、実際はサンフランシスコジャイアンツから全体10位指名、予想よりも少し遅い順位での指名となりました。2006年ドラフトは上位で予想外の指名があったこともリンスカムの指名が遅れる一因ともなりましたが、そもそもとしてリンスカムの将来を疑問視する声も影響したとされます。180センチ77キロとメジャーの先発投手たちと比べると小柄かつ細身で、またそのマイナスを補っているリンスカムの独特なフォーム、全身をダイナミックに使い、身長すら上回る大きなストライドで力を生み出すフォームが、スカウトからすればいつ大きな怪我に見舞われてもおかしくないと考える声が多かったようですね。当時クリーブランドインディアンスの GM だったマーク・シャパイロがリンスカムのフォームを見て、頭がちぎれて腕が吹っ飛んでいきそうだと、いつか壊れてしまうのではないかという懸念は拭えなかったようですし、ジャイアンツよりも前にリンスカムの地元に近いシアトルマリナーズが指名権を持っていましたが、やはり彼のフォームと将来性を疑問視したことで指名を見送っています。ベースボールアメリカもドラフト当時のリンスカムについてブルペンでの将来的な活躍に言及しているあたり、先発としての未来を疑問に思う声はかなりあったみたいですね。しかしジャイアンツはリンスカムの才能を信じて指名すると、早速その判断が正しかったことを彼自身が証明します。ドラフト直後にシングル A を圧倒すると、翌2007年は開幕からいきなりトリプル A スタートとなるんですが、ここでも31回1失点とやはり格の違いを見せつけ、ドラフトから1年も経たずに2007年5月6日に MLB 初昇格。さすがに最初は打ち込まれる場面もあったものの、登板を重ねるごとに投球内容も改善していき、最終的には24先発で防御率 4.00、 ウィンザーボリプレイスメント 2.3 とルーキーの先発投手としては上々の成績を残し、ドラフトから1年でメジャーの先発ローテーション定着を果たしたわけです。そしてここからリンスカムの全盛期が始まります。マイナー時代から磨いてきたチェンジアップを本格的にメインの変化球として2008年より使うようになり、ここにリンスカム自慢の90マイル後半の剛速球が合わさったことで、いよいよ手がつけられない存在となります。開幕2000発目から13試合連続でクオリティスタート。しかもこの間の防御率が 1.97 と圧巻のパフォーマンスを披露すると、初めてのオールスターにも選出。シーズントータルでも34先発227回を投げて、防御率 2.62、 ウィンザーボリプレイスメント 7.8、 さらにはジャイアンツ球団記録となる265奪三振を記録するブレイクイヤーとなりまして、この年はメッツのヨハン・サンタナやダイヤモンドバックスのブランドン・ウェブといった好投手たちの活躍もあったんですけれども、それらを退けてのサイヤング賞受賞。ジャイアンツは72勝90敗で地区4位に沈んだものの、宝石のように輝くリンスカムの存在は明るい時代が近いことを予感させるものでありました。翌2009年もリンスカムの勢いは衰えることを知りません。開幕直後こそ少し失点が目立つ場面もありましたが、6月からギアがかかり始め、6月23日から7月9日まで29イニング連続無失点、オールスターにも2年連続で選ばれ NL の先発投手も務めました。
最終的には32先発でクオリティスタート26回と、とにかく試合を作る点においては安定しており、また成績の面でも前年を上回る防御率 2.48、 ウィンザーオリプレイスメントも2年続けて7を超える 7.4、 261奪三振。この年のサイヤング賞争いはクリス・カーペンター、アダム・ウェインライトのカージナルス勢もリンスカムに負けないくらいの好成績を収めていましたので、評価はかなり割れたんですけれども、前年サイヤング賞を受賞してもなおリンスカムがふさわしいということで、2年連続のサイヤング賞受賞。一度でもサイヤング賞を取るのは難しいわけですが、リンスカムはまだ25歳ながらデビューしてからの3年間で2回も取ってしまったわけです。当然ながらそんな若くして突出したピッチャーは長い MLB の歴史においても少ないです。25歳以下でサイヤング賞を2回以上受賞した選手は当時リンスカムが史上4人目で、この後クレイトン・カーショーもその仲間に入ってきますが、まあそれくらい例が少ないですし、また NL において2年続けてのサイヤング賞はサンディ・コーファックス、グレッグ・マダックス、ランディ・ジョンソンに続いて4人目。 NL ではこの後カーショー、シャーザー、デグロンも2年連続サイヤング賞を受賞していますが、いずれにしても偉大な投手たちが名を連ねていますよね。この2008年2009年の2年間におけるリンスカムのピッチングは当時の他のピッチャーたちと比べても別次元にあり、2年間合計の奪三振は2位のサバシアに80近くも差をつけていますし、防御率、FIP、QS、非 OPS もダントツの1位。ウィンザーオリプレイスメントはグレインキーの方がわずかに上だったようですが、この2年間の最強投手は誰だったかと聞かれてリンスカムと答える人は多いのではないでしょうか。あんな小柄で細い体ながらもダイナミックなフォームから弾丸のようなストレート、よく沈むチェンジアップや鋭く落ちるカーブも操り、バッターをいとも簡単に手玉に取るインパクトはやはり相当強いですからね。そんな全てがうまくいっているように見えたリンスカムですが、翌2010年は序盤に制球難に悩まされ、途中4試合連続で5四球以上を与えるなど、2年連続でサイヤング賞を受賞した時ほどに圧倒的な存在ではなく、また球速の低下も少し気になり始めるようになります。とはいえそれでもリンスカムはリンスカムであり、最終的には32先発で防御率 3.43 と、成績こそ落ちたものの先発投手としては一定水準以上の成績は残しましたし、また231奪三振で3年連続リーグの最多奪三振も達成。パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げた9月以降の6先発で5勝、防御率 1.94 と大一番で活躍した印象が強く、ポストシーズンでもその進化を発揮します。2010年のポストシーズンにおけるリンスカムはまさに2年連続でサイヤング賞を受賞した時のフォルムに近いような投球内容で、手始めに彼にとってのポストシーズンデビュー戦、ブレイブスとのディビジョンシリーズ第1戦は1対0の痺れる展開の中、9回2安打14奪三振で完封。続くフィリーズとの NLCS 第1戦は7回3失点ながらも好投手ロイ・ハラデーに投げ勝っての勝利。レンジャーズとのワールドシリーズ第5戦では勝てばジャイアンツにとって56年ぶり、チームがサンフランシスコに移転してからは初めての世界一が決まる大舞台で、リンスカムは終始レンジャーズ打線を翻弄し8回3安打1失点10奪三振の好投。リンスカムは世界一を決めた試合の勝利投手になりまして、ポストシーズン通算でも5先発4勝、防御率 2.43 と一番エースとしてチームが必要とした場面でその役割は果たしましたよね。26歳までにサイヤング賞を2回も受賞し世界一にもなった。彼にあと必要なのは殿堂入りだけと思う程度に順調すぎるキャリアを歩んでいるように見えましたが、ただこの時誰もリンスカムの全盛期の終わりがすぐそこまで来ていることには気づいていませんでした。2011年も33先発で防御率 2.74 と活躍し、2013年オフに取得予定の FA もちらつくようになった頃、ジャイアンツとしてはなるべく長くリンスカムをチームに残すべく、2012年開幕前に5年総額1億ドルの契約延長オファーを出したようですが、リンスカム側はこれを断ります。あれだけ若くして結果を出しているので当然といえば当然の判断なんですけれども、しかし2012年のリンスカムは開幕から全くらしくないピッチングが続き、いきなり3試合連続5失点以上喫してしまうと、以降もこれまでの彼からは考えられないくらい打ち込まれ、1年間を通して防御率が 3.90 よりも良かった月すら0のありさま。シーズンの防御率 5.18、 ウィンザーオリプレイスメントマイナス 1.7 は当然ながらキャリアワーストで、なんなら先発としてリーグ最低のピッチャーとまでなってしまいました。このような状態であったことからポストシーズンではブルペンに回され、リリーフとしては13回1失点と好投したので、結果的にジャイアンツ2年ぶりの世界一に貢献はしましたが、不本意な年であったことは間違いないでしょう。成績悪化の一因としてこの頃からリンスカムの平均球速の低下に歯止めが効かなくなったことがしばしば指摘されます。サイヤング賞を初めて取った2008年の平均 94.5 マイルを頂点に、全盛期と呼ばれる時代も少しずつ球速は下がっていたんですが、それでも92マイル後半、93マイル前後は維持していましたし、チェンジアップなど変化球も効果的だったので成績にそこまで響くことはなかったんですが、2012年は平均球速が 91.3 マイルとガクッと落ち込んだと。
長期離脱を要する怪我には見舞われてこなかったものの、毎年200イニング以上投げてきた負担、さらには年齢も20代後半30歳が近づくにつれて起きる体の変化によって、小柄なリンスカムが MLB のトップ選手として活躍できた要因でもある彼の独特なフォームを最大限生かすことが難しくなってきたなどが理由としてはありそうです。少なくとも若かった時と同じことができなくなってしまったと。2012年以降のリンスカムは悪い意味で別のピッチャーとなってしまいました。速球が MLB レベルで通用しなくなってしまい、どうにか速球の依存度を下げることで対応しようとしましたが、速球のスピードがない状態では変化球を生かすことは難しく、全打席に占める奪三振の割合が2011年までと比べて2012年以降は5ポイント以上落ち込んだのに対し、吉球は逆に増加。もともとリンスカムはコマンドのいいピッチャーでは決してなかったわけですが、今までは球威があったのである程度ゾーン内で勝負できたところ、球速の低下によってそれができなくなってしまい、結果的に吉球も増える結果につながったのでしょうか。9イニングあたりの被弾数、非 OPS も大幅に悪化し、フォアボールでランナーも出し、そもそも打たれるではなかなか活躍は難しいでしょう。かつてのようなボールを投げられなくなり、モデルチェンジも特にできなかったことから、2013年は防御率 4.37、2014年も防御率 4.74 と平凡な成績に終始してしまったリンスカム。この2年の間に2回ノーヒッターを達成するなど、たまに全盛期を彷彿とさせるピッチングは見せたりはしたんですけれども、1年間通しての安定感にはどうしても欠けてしまうと、先発ローテーション内でのリンスカムの序列も下がる一方で、ジャイアンツは2014年に直近5年間で3度目となる世界一に輝くんですが、リンスカムの登板はすでに点差のついたゲームでの1試合のみ。4年前に世界一を決めた試合のマウンドに立った男が、もはや重要な場面を任せる存在でもなくなってしまったわけです。その後2015年は怪我の影響で15試合の登板にとどまり、 FA となると2016年はエンゼルスで9試合に先発して防御率 9.16 と散々な内容。シーズン途中に DFA となってしまい、それ以降 MLB での登板はなく、2018年にレンジャーズのマイナーで投げたのが公式戦最後の登板となっています。2019年9月にジャイアンツを3度の世界一に導いたブルース・ボーチー監督が退任するにあたり、行われたセレモニーにリンスカムがサプライズで登場し、その時はまだ正式に引退していないとのことでしたが、今年39歳の誕生日を迎えることも踏まえると、彼のキャリアは事実上幕を閉じたと考える方が自然でしょうか。通算成績は278登板270先発で110勝89敗、防御率 3.74、 ウィンザオリプレイスメント 19.5、 サイヤング賞2回、世界一3回、オールスター4回、ノーヒッター2回、2000年代後半にリーグ最強クラスのピッチャーとして君臨した名残も感じさせますが、一時期のリンスカムが見せたピッチングを考えると、殿堂入りに遠く及ばなかった事実はやはり残念ではあります。あまりに短すぎた全盛期、しかしその強烈さは当時を見てきた野球ファンの中では今なお残っていますし、この動画でティム・リンスカムという存在にもし興味を持った方いらっしゃるようでしたら、ぜひ彼のピッチングの動画見てほしいなと思います。きっとそのインパクトの一端がわかります。今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。